こんにちは。こんにちは。下村です。あと、田原です。よろしくお願いします。お願いします。本日はですね、今週末発売するプラスターナとの別注のパンツ、こちらについてご紹介していきます。どうぞ、よろしくお願いします。お願いします。はい。こちらのパンツですね、すいません、ちょっと畳の状態になっているんですけど、この辺に、画像もレイアウトしながら、ちょっと紹介させていただきます。はい。まぁ、ちょっと商品名がですね、すいません、まだギリギリまで決めかねておりまして、ただ価格はもう決まってて、税抜き4万5000円、まぁ、税込み4万9500円のパンツになっております。はい。まぁ、デザインは、フルレングスの、テーパードパンツで、大きめの虫とかスライダーのついたエクセルファスナーがもう大胆にこう、上から下までついているセンタージップのデザインになっております。で、生地はですね、ちょっとこう、黒で、ちょっと適度な張りとしなやかさを持ち合わせたイタリアのオルメテックスっていう、生地メーカーの3レイヤー、まあ本当機能素材ですね、ゴアテックスとかサイトスに、類似するようなイタリアメーカーの機能素材、撥水、あとは糖質、防風っていうのを兼ね備えてて、こっちに関しては、まあ本当気持ち若干のストレッチ、まあほとんど感じないですかね、でもちょっとした伸縮性もあるのが特徴です。で、今回の別注意図としてなんですけど、この 23SS の2月頭ぐらいか中旬頃ですかね、プラスターナから持つコートがデリバリーされるんですよ。で、それがオルメテックスの生地を使っていてですね、4月ぐらいにシーザーシーズンも VD っていう、まあ、イタリア の, シューズブランドをですね、取り扱いするんですけども、はい、まあ、そのモッツコードグイリに合わせるパンツっていうようなのを、うん、ベースに考えてます。プラスターナのパンツだと比較的サルエルパンツとか、ほんと細いパンツ、スリムパンツが多かったので、うん、まあ、比較的こう、汎用性があるというか、合わせやすいパンツ、履きやすいパンツっていうのもベース、題材にしてて、今回こう、テーパード、フルレングスの普通に綺麗に履けるようなパンツっていうのを作ってます。ただ、普通にやっぱり作っちゃうと、プラスターナのパンツである、プラスターナである必要がないと思ったので、こういうセンターファスナーで遊びを入れてるっていう感じですね。で、バックポケットはこういう感じに、結構大きめのフラップを、2つつけてて、こういうマジックテープを足し合った仕様になっております。で、ウエストはこのゴムになってて、長めのドローコード、ちょっとなんか生地に対してちょっとナチュラルな風合いのドローコードを今回選んでて、うん、結構長めで、はい、ディレクターのド M 希望があって、結構長めで設定してるんですけど、うん、好みでカットしていただいて肩結びしていただければっていう感じです、はい、そのまま長さを出してアクセントにするもよしだし、収まりがいいように短く切っていただいても大丈夫です、うん、まあ、この生地自体はすごいこう厚い生地ではなくて、まあ、どちらかというと比較的薄地なんですよ。ただでかい極力こう目立つような虫だったりスライダーの大きさにしたかったんですけど、まあ、その中でギリギリの5号っていうのを今回選択してます、はい、ただここの虫の部分、虫とかこのスライダー部分が肌に当たるとちょっとひんやりしちゃったりとか、気持ち悪く感じるので、こういう風にマッチに当てを作って、はい、ここの肌にはちゃんとこう虫が当たらず生地が当たるっていうような快適な着用感っていうのを意識してこういうディテールにしています、はい、あとは膝の部分にはこういう風にタックを入れてるので、何ですかね、ちょっと膝の動かし方が楽になったりとか、こう軍配みたいなちょっとこう膝のいびつさ、うん、こう綺麗なパンツなんですけど、程よくこういびつさをプラスさせてるっていうのもまた特徴になっております、はい。まあ、発売日は改めて、今月1月27日の16時から、ポップアップが、27日16時からなんですけど、渋谷陣なんで、その時に発売開始っていう感じで。オンラインも同じくですか？オンラインも同じくっていう感じですね。はい。はい。まあ、仕上がりとしてはですね、なんか、むちゃくちゃいいんですよ。うん。なんか、とりあえず履いてほしい。うん。ほんとそんな感じですね。なんかもう皆さんこう比較的こうワイドパンツもテーパードパンツも、まあもしかしたらトラックパンツとか、まあその辺とか結構もう持ってると思うんですよ。あとはじゃあ何で変えるか、シルエットで変えるか、そのディテールで変えるかっていうところで、まあ、ほんとちょうどいいんじゃないかなと思います、まあ、履き心地も軽いんで夏場とかでも履いていただけるので、めちゃくちゃこうなんですかね、アナログというか
っちゃ暑いなみたいな胸に寝かしたい時はこうガッツリ上げていただいて、はい、人前に出しちゃダメですよ、はい、デスク、椅子、俺の足みたいな、はい、そこで開けてるぐらいで、ね、快適に履いていただければと思います、はい、むちゃくちゃいいんでこれは、うん、なんかこれすごい反応が良かったらちょっと AW とか素材替えでセットアップとかでお願いしたいなと思います。どうぞ、うん、デザイナー武井さんご検討ください。はい、ご説明ご紹介以上でございました、はい、すいません、もう田原を無視してどんどん爆走してしまって、ね、とりあえず喋りたいことを ただ喋ってる感じなんですけど、はい、まあ、詳しくはですね、そのどういう素材かだったりとかどういうところにこだわりが出してるかとかは、C2C オンラインストアの商品ページだったりとか、あとジャーナルコラボレーション項目のジャーナルでも公開しますんで、よかったらそちらもご参考にしていただければと思います。はい、はい、では27日ですね、このフラスターの別注のパンツと、あとコンテナケリングツールの別注アイテムもあるので、次の動画はそちらをご紹介させていただきます。じゃあ本日もありがとうございました。ありがとうございました。